まあ、今受けてる人とかでなんかまだほらインプットが完全に終わってない段階で結構夏とか秋とかでもまあね公開模試の1回目でもまだなんか自分でまだ完全にインプットが終わってないとかってなんかその状態で模試を受けるっていうことでなんかそもそもそういうような状態になったとかっていうのは自分の勉強の中であります？私個人的には絶対受けた方がいいと思います。あ、それはどういう理由？その本番になれるっていうのもあるし、うん、自分がどこをまだやれてなくてわからないっていうのもあの確認できるし、うん、そこで確認したらインプットにもなるしっていうので私は受けた。分かってるつもりが、うん、あの受けると分かってないってことが判明するので、ね、うん、全部つもりがなんだなっていうのが、あの、まあ、あれ受けないと多分分かんないし、うん、その辺ではやっぱ受けた方がいいと思いますね。なんか本当つもりつもりでなんとなく分かってる感じでなってたんですけど、受ける全然点数に反映されないで、うん、結果できてないってことだっていうのが分かったので受けた方が客観的に分かるっていうのがあるんでしょうね、きっとね。あの、まあ、去年1年目だったので、うん、やっぱり最初の方ってあれ終わってないよっていう状況だったじゃないですか。だけどあのそのなんていうの、受けた範囲内でまず自分がその授業とかで受けた範囲内でちゃんと解けてるかどうかっていうところの確認と、あと受けてなくてもちゃんと解けてるものもあるわけじゃないですか。そこのこう分類っていうか自分の知識整理みたいのはできたので、で自分は何が分かってて何が分かってないのかっていうのをこうスパンとこう分けに分かれるので、そういう意味ではあの、いや、やってないから受けないのはもったいないんじゃない、逆にそこで自分の知識整理っていうかするのにはいいんじゃないかなって、特に初めての方今はそう思います。自分がそれであーってこう、その後の勉強のなんて指針を立てるのにすごい役立ったので。私3回目の受験だったんですけど、1回目と2回目の時やっぱり模試で結構軽く見てたんであまり受けなかった時もあったんですけど、やっぱりそれでやっぱり全然ダメだったので、3回目の時はやっぱり気合い入れて全部受けようって自分にも課してたので、とにかくレクさんなら全部受けようと思ってたんで、それでやってやっぱり復習もあのやっぱり分かんないところ分かりますし、復習もやっぱりすぐそれでできるので、うん、そこら辺がやっぱり絶対活用した方がいいと思います。まあ、受けた方がいいと思いますし、その、まあ、模試とかそういうのを受けると、まあ、どういった角度で聞かれるのかっていうところが大体パターンとして見えてくるので、うん、対策も練りやすいかなっていうところはありますね。あとはそのインプットだけやるんでしたら、もう例えばインプット10時間やるんでしたらインプット5時間アウトプット5時間で、うん、同じくらいの分量をアウトプットにこう割いた方がやっぱり本番では強くなるかなっていうのは思います。前の日と当日とどうやって過ごしたかって覚えてます？自習室で私勉強したんですよね、夕方ぐらいまで。夕方ぐらいまで、はい、で家に帰ってその日はそんなに遅くまでやらず、次の日はその朝5時に起きてっていうのが5時だったかな、あの全部レジュメを見返したっていう方がいらっしゃったので、早く起きて見返しましたけど、私全部はできなかったんですよ。うん、でもやるとこまでやろうって全部思いっきり。会場にはどのくらいの時間に入る？会場近くには10時ぐらいに出ましたね。それで外で勉強してた。前の日は、はい、朝7時ぐらいからその日の11時ぐらいまでひたすら勉強して、心配だったんでレジュメも全て見直してとにかくやってましたんで、頭疲れたなと思いながら寝た記憶があるんですけど、朝もやっぱ心配 でさっきの話に戻っちゃうんですけど、その道場のレジュメを見直した朝起きてって方がいらっしゃるっていうのを聞いたんで、朝6時台に来て見れるところまで全部見て、で電車でそれも見て、でそうですね、1時間半ぐらい前ですかね、水道橋について自習室ことら結構混んでるなと思ったんで、じゃあもうすぐ切り替えて家へ帰って、うん、で家でも結構やってたんです、結構ずっとやってて、でもそんなに遅くまでやって、うん、次の日試験眠いとまずいと思ったんで、うん、もう10時ぐらいにはこう入って、でそこからちょっと逆にのんびりして音楽とか聴いてのんびりして、それで11時過ぎぐらいにはもう寝るようにして、うん、逆に翌日早く寝ちゃったものが5時半ぐらいに起きちゃって、でもまあ逆にそこでいろんな44タップ道場のレジュメとか直前講習のレジュメとかを見返して、もう11時ぐらいには大崎の駅着いて、そこで
ちょっと駅のところベンチあったんで、そこで少し時間潰して、うんうんうん、レジュメとか見ながら潰して、まあ、それからセブンイレブンでご飯食べてそれに行ったって感じです、ね。ああ、なるほど。前日はやっぱりズバリストライク講座を出て、はい、でそれ終わったらもうすぐ家に帰って、そこからはもうひたすら11時まで勉強して、で、そうですね、で12時までには寝ようと思ってたので、うんうん、で普段から朝早いんで、まあ、5時に普通に起きて、でそこからずっとまた勉強し始めて、もうずっと44点アップ道場のやつをずっと見返してて、で試験場は水道橋って私は勤務地近いんで、はい、そこ勝手知ったるところなんで、もうギリギリでもいいやっていう感じで、もうずっと電車の中で読んで、で試験会場で もう始まる直前までずっと読んでた。前日はもう今までやったその模試の、うん、模試でその間違ったところを全部復習するのと、あと先ほどの話でその数字が絡むと、数字が何ヶ月とか何年っていうところで全然ぐちゃぐちゃになるんで、そこをもう一回整理してっていうところです。当日も結構、はい、同じような感じです。そうですね、当日は結構早く、多分5時半ぐらいに起きたの。なんかみんな朝早いよね。目が覚めちゃうんですよ。目が覚めちゃうんですよ。すごい覚めちゃう感じ。はい、ということで、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。